レーモンド・ポワティエは、アンティオキア公国の支配者。アキテーヌ公圏ポワティエ白ギオーム9世とフィリッパド、トゥールーズの次男で、アキテーヌ公圏ポワティエ白ギオーム10世の弟。アンティオキア公国の摂政だった、ボードラン2世と、古く5世に従い、レーモンは10歳のアンティオキア女皇コンスタンスと、結婚した。公国を、思いのままにしようとしていた。 コンスタンスの聖母アリックスから幼い女子を法的にも引き離すためで広告にとって救いの主だった。アリックスには美男のレーモンを彼女の夫にするように見せかけていたため恥をかかされたと知った彼女は亡命した。共同統治の最初の年から東ローマ帝国皇帝ヨハネス2世コムネノスとの衝突に悩まされた。 キリキア・アルメニア王国を取り戻すという名目で軍を南化させ、アンティオキアを包囲したのである。レーモンは皇帝に忠誠を誓わされ、領地を割上させられた。代わりにアンティオキア西部のイスラム領を得たら、レーモンへ分け与えるということになった。1138年、レーモンはヨハネス2世の遠征に加わることを強制された。 アンティオキア総司教を選挙で選ぶことは疑わしいと考えていたレーモンは、総司教にも忠誠を誓わされるに及び、不快が募った。結局、1139年に総司教は退位した。1142年に再び、ヨハネス2世に包囲されたが、この時のレーモンは、以前の服従と違い、改心を拒んだ。帝国軍はアンティオキア周辺を荒らし回り、 誰も皇帝に対抗することができなかった。レーモンは、1143年に即位したマヌエル一世コムネノスから、シリシアの都市を割上するよう要求された。レーモンが皇敵主であることを見抜いた、マヌエル一世は、主従の誓いと、聖教の大主教へ挨拶するよう命じ、コンスタンティノープルで恥をかかせようとした。1148年、第2回十字軍の指導者で、 フランス王ルイ七世と王妃エレアノールダキテーヌがアンティオキアを訪問した。レーモンはルイ七世にエルサレムへ向けて南下せず、アンティオキアに留まってアレッポとカイサリアの征服に協力してくれるよう頼んだ。レーモンは美しい名のエレアノールとの仲の良いところを見せつけたため、周囲の者たちに謹慎相関ではないかと疑われた。ルイ七世は彼らが二人だけで時を過ごし、 レーモンもエレアノールに惜しみなく愛情を降り注ぐといった具合ですっかり疑り深くなってしまった。ルイ七世がレーモンへの助力を断ったための当てつけだという見方もあった。ルイ七世は予定を早めてアンティオキアを去った。1149年6月、レーモンはイナブの戦いでヌールティーンと戦い殺された。サラディンの叔父のシールクーフに首をはねられ、 彼の首の入れられた銀の箱は、バグダードのカリフのもとへ、贈り物として贈られた。コンスタンスとの間に三子が生まれた。ボエモン三世、マリー、フィリッパである。ありがとうございます。